7月20日、ビジネスサポートセンター坂ビズで、ライフワークバランス重視で安全なプチ創業セミナー、女性起業家から学ぶ副業から始める起業の形が開かれました。参加したのは市内外から起業を目指す7人です。講師を務めるのは株式会社エイトの鬼木理恵さんです。鬼木さんは2015年に株式会社エイトを設立。自分の頭で考え主体的にキャリアを積むというテーマを持って歩み、働くことが楽しみな社会を作ろうと取り組んでいます。今回のセミナーでは、女性起業家が増えている近年、創業に向けて一歩踏み出したい方に後押しをするため、起業までのエピソードや失敗談、やりがいなどについての講話が行われました。鬼木さんは、起業する上で大切なことは、捨てる事業、伸ばす事業は自分の心に従う。時代の先を見て仕事を作り出すという気持ちで挑戦するなどのことが大事だと話をしました。講話の後、実際に起業に向けたプランの作成を行いました。参加者は自身を理解するため、創業に向けた譲れない思いをお互いに語り合いました。綺麗だったけど、もうだんだん加速化して人がいなくなって、なんか綺麗に担保されとったのが、それがすごいジャングルみたいになったで、それがもうすごく自分はショックで、そこに、まあ、例えば遊びに来てくれる人とか、そこにこう仕事として来てくれる人とか、自分だったらそうやって、まあ、親もおるし、そうやって外から来てくれる人も、自分はその大野市長を活性化する大切な人たちだっていうふうに思ってて、何かをしたいから起業するっていうのと今まで思ってたんですけど、そうではなくって、自分が何をできるのか、自分が何ができるのかっていうことで、自分を見つめて、で考えていくっていうのを今日教わりました。なのでもう一度考えてみようと思います。坂出市の大御市長で、大御市マルシェというマルシェを町おこしの一環になるかなと思って開催してます。でそれでより役に立ちたいなというふうに思っているので、何か学べることはあるかなというふうに考えています。起業するにあたって、やっぱその自分の考えとかその思いをまとめておくことはすごく大事だなというふうに感じました。それぞれの思いを改めて理解し、思いの実現のため参加者は一歩踏み出しました。